こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ジャズの楽器の役割についてそれぞれ解説していきたいと思います。それぞれの、まあ、よくこう使う、用語なんかも出てきますので、ジャズをこう聞く人も、演奏を始める人も、非常に役に立つ内容かなと思ってますので、やっていきたいと思います。はい。まず、ジャズの楽器の役割ですね。ジャズのリズム楽器って言われる、スリーリズムって言われるやつの楽器は何かっていうことと、アドリブは、まあ、分散和音ってやつを作っていくっていうお話ですね。で、まあ、その分散和音って何かっていうお話。そして、ベースの役割とドラムの役割、ピアノとギターの役割っていうのをやっていきたいと思います。それでは始めていきましょう。まず、ジャズのリズム楽器っていうのは、ドラム、ベース、ピアノです。で、このピアノがお店にないとかだと、まあ、ギタリストが呼ばれたりするわけなんですが、まあ、要は、ハーモニーを出せる楽器と、まあ、ベースは単音しか出せないので、単音。で、ハーモニーを出せる楽器と、で、まあ、リズムのドラムっていうふうに分けることができるんですが、まあ、ドラムの代わりにパカッションがやるってこともあったりします。最近はね、カホンでやったりすることもありますね。でも、まあ、こう、それぞれの役割があるということですね。で、アドリア分散和音っていうのは、アドリブを取る人っていうのはピアニストが取ってもいいんですけど、ジャズの場合は、まあ、ジャズはもともとサックスとかトランペットのための音楽なんですね。あの、聖者の行進とかもそうですが、トランペットとかクラリネットとか、トロンボーンとかが、こう、同時にこう、メロディーをこう、パラ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 吹いていく感じのやつね。ああいったスタイルのものから来てるんですよ。なので、そもそもはハーモニー楽器っていうのは、まあ、バンジョーがいたりしたんですけど、ハーモニーをこう、そのメロディー楽器がハーモニーも一緒に演奏しながら、こうメロディーのラインでハーモニーを感じさせながら演奏していくってことなんですね。で、今からちょっとやる曲がですね、これ、オーニストロジーって曲なんですけど、これアドリブじゃないんですけど、これメロディーなんですけども、アドリブ的なやつ。はい。こういうメロディーですね。これって分散和音って言って、最初がコードが G なので、最初が G なので、これが、これもう完全にこの音がちゃんと散りばめられてて、っていう風になってますね。というわけで、こう、ついてるハーモニーの音を中心に使いながら、それの間の音をどう取り抜けていくかっていう形でアドリブをしていく。コードトーンっていうのが、まずはその、書いてあるのが、このソシレという、このハーモニーなんですが、このソシレのハーモニーに対して、この間の音をうまく使いながら、こう今メロディーを作っていってるわけですね。なので、もう、こういうのって、これを聴いてるだけで、まあ、ハーモニーがわかる。ハーモニーがわかるということなんですね。なので、まあ、最近のスタイルだと、こう、ハーモニー弾いてて、まあ、適当に音を拾っていくっていうスタイルも結構あるんですけど、もともとは、もう管楽器だけでハーモニーがわかるように演奏していこうねっていうスタイルなんですね。それに対して、対旋律をベースがやるんですよ。で、ベースは今度は1と5の音をうまく使ってラインを組んでいく。1と5っていうのは、ソシレで言うと、ソとレの音が、ソが1度。で、レの音が、5度になりますよね。これは1度から6度っていうやつを、度数のやつでやったと思います。ちょうど。ってやると、ハーモニーの基本のベースが、ダブルベースというやつですね。ダブルベースっていうのは、ベースの長さが、普通のベースよりもダブル。要は2倍になってるベースということで、あれが。で、こう、ベースのラインが、まあ、これはソから言ってないですけど、こう歩いてる。まあ、歩いてるみたいに聞こえると。こう、っていうのが、こう、ウォーキングベース、歩いてる。これがどう歩いてるように聞こえるのかわかんないって言われたことがありますけど、まあ、ここに関しては、まあ、歩いてるみたいに聞こえるっていう人が、まあ、90% 以上ということで、まあ、そういうものですね。だからね。これは歩いてるのに聞こえないって言われたらもうどうしようもないんで。でドラムの役割はそれに対してシンバルレガート、シンバルでシャン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 ってやって、こうベースがこうやって弾いてるのを
回転させてあげる感じなんですね。レガートってのはつなげるっていう意味なんですね。なのでドラムと、ベースの音を一緒に聞くと、で普通リズムでドッタンドッタンってね、シンバルとハイハットでシャンシャッカシャンシャッカって押していくんですけど、余ったスニアとバスドラでこうコンピングっていうのですね。コンピングはカンパニーとか、カンパニー会社とか仲間とかいう意味があるんで、日本では結構バッキングと言います。でバッキングっていうのは後ろに回る感じがするんで、アメリカ人はあんまり使わないです。なので一緒にお話をしている感じだから、まあ、メインの人に対してサポートしてあげるっていう意味ではバッキングなのかもしれないですけど、まあ、海外ではコンピングと言います。でこういうダリリ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 バズッタドンっていう、こう間が空いてるところにこううまくこの愛の手を入れながらこう支えてあげるみたいな感じ、これがまあコンピング、会話してる時になんとかなんとかなんに、ああなるほどそういうどうしたのっていうような、要は一緒に会話してる感じ。バッキングだとちょっと後ろに回っちゃうイメージがあるからコンピングというふうに言ったりします。でピアノギターはコンピングをハーモニーでするっていうことですね。まあだからこういうことですよね。これはあのウィントン・マルサリスっていう人が、あの、まあ、有名なこのなんか学生に教えてたやつで、あのビデオがあるんですけど、それでは車のボディみたいだから、ベースがエンジンだとしたらそれをこう回転させる、まあ、車輪みたいな役割がドラムで、でそれのこうボディをこうピアノが作ってて、でメロディーっていうのがその要はいわゆる車に乗ってる人なんだみたいなね。で色彩が豊かになるか、まあ具体的な感じがしますよね。だから、実際にこのピアノがなくってトリオでやってるっていう、こうねサックストリオっていうのはたまにあったりするんですけど、それだとこういう風ですね。すごく、まあ、ハーモニー的にもちゃんとわかるし、だけどどっちかというとこれ長い時間聴いてるとかなりモノトーンな感じがしますね。だからピアノとかギターが入ってる方が、まあ、聴きやすいし、具体的な絵で言うと、まあ、水墨画を見てるようなイメージ、 やっぱりこう色彩豊かな方が、でもその水墨画とか好きな人からするとそのそこに深さがあるわけだから、まあだからまあパッと見て華やかなのは色がいっぱい使われてるやつの方が華やかじゃないですか。だから分かりやすいのが、まあこういう、ピアノギターが入ったコンピングをした演奏ですね。コンピングっていうのはさっきのダバラ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 のパッとハーモニーをこう支えてあげる感じ。こういうのをコンピングと言います。で、コンピングは逆にこう1号を使わずに3、7の音を使ったりして演奏していきます。なのでそうすると1、5、3、7っていう、こうハーモニーが揃うわけです。ベースが1号を中心にやって、3、7をピアノが中心にやって、みたいな。で、その間にテンションという音が入るんですけど、それで、こう、音の色彩を、こう、みんなで、こう、表現していきながら、トランペットとかサックスもそういう、こう、コードトーンとテンションをうまく使いながら、こう、作曲していって、相手がどれを使ってるかによって、こう、反応したり、こう、まあ、ぶつかったりすることもあるっていう形なんですが、まあ、それぞれジャズではその楽器特有の役割があるんですね。なのでベースのソロの時はどうしてるかっていうと、ベースのウォーキングラインがなくなるのでもうメロディーだけになるわけです。でも分散和音としては成立するからありでしょ。でドラムのソロっていうのも、ドラムのソロはまあこれは音程とか 音色の感じでこうメロディーをこう表現してる。これはまたちょっと明日やろうと思ってるんですが、こうドラムでこうメロディーを表現するやり方をします。なので基本みんなでメロディーを作りながら、メロディーを重ね合わせて作曲しながら、相手のメロディーの足りないとことか、相手のメロディーが広がるように広がるようにというふうにお互いでアイデア出しながら演奏していくっていうのがジャズの面白さになるわけですね。なので、内容で出てきたコンピングっていうのはこの、まあ、それぞれやってるところに対してこうメロディーに対してお互いこう支え合いながらコンピング、こうお話をしていきながらやっていく。でベースラインっていうのはそのハーモニーを支えながらやって、メロディーっていうのはその支えられたハーモニーの中のでいろんな音を使いながらこう演奏していくという、これを全部、まあ、アドリブでやっていくわけなんですね。でも最初のワンコーラス分だけはメロディーをやって、そこから先が全部全員アドリブは順番にやっていくっていうシステムになってます。なのでドラムは勝手に止まっても構わないし、ドラムは勝手にこう
コンピングだけにしてもいいし、コンピングをやめてシンバルレガートだけにしてもいいし、そうやってやってこう雰囲気を変えながらこう物語を作っていくみたいなイメージになっています。まあ簡単でしたけど、まあ楽器の役割ですね。大まかな役割はドラム、ベース、ピアノがこう支えながらメロディーをみんなで演奏していくという作曲しながら同時進行で演奏していくという形ですね。というわけで分かっていただけましたでしょうか。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。